がフリーでもともとやっていたので、まあ、お店がないとなかなかやっぱり家とかではやりづらい。他のバーテンダーの方だったりとかがみんなのカクテルの工場になるようなスペース、客席からラボスペースが見える状態になっているので、お客さんも楽しめてバーテンダーも楽しめて、みんな同じ空間の中で楽しめるような場所を作りたいなと思って作りました。ハウトゥーコアントロ、その野菜との組み合わせっていうのがすごく好きで、ちょっと苦味だったりとかベースに使った時でもやっぱりどうしてもスピリッツに比べると糖分はあるので、そんな甘いものではなくても、少し重めな印象だけど爽やかに、コアントロをベースにちょっとビターなリキュールを加えてちょっと苦味もつけながら、キュウリをそのスロージューサーで出したもので、ちょっとまあ軽めのネグローニみたいな、ちょっと甘苦いさっぱりな感じのカクテルを作ってみました。メキシコ料理だと結構ナランハってオレンジよりもちょっと大々タルサをイメージして、ナランハとしてのコアントロに、ハラペーニョ、これをメスカルメスカルと合わせて、であとはコリアンダーを一緒に合わせて、本当サルサみたいなさっぱりのカクテルを一つ用意してます。